東口外館鶴ヶ島駅は埼玉県鶴ヶ島市大和沢広谷にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ24 池袋より間のほぼ中間に位置する。鶴ヶ島市と川越市との境界に位置し、駅の北西が鶴ヶ島市、南東が川越市である。市名を駅名としており、 市の代表駅であるが、市中心部である足折地区や主役所のある三次、藤金地区からは離れており、市役所へは隣の若葉駅、または二駅先の坂戸駅の方が近い。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で1983年に竣工した京城駅舎を有している。京城駅舎構えは現在の東口に駅本屋があった。改札街とホーム。 東口、西口との間を連絡するエスカレーターが設置されている。2009年10月時点では、エレベーター、多機能トイレの設置工事とトイレ改修を施行していたが、2010年3月12日にトイレと多機能トイレを3月26日にエレベーターをそれぞれ使用を開始した。 2020年度の1日平均乗降人員は21,121人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。鶴ヶ島市役所へは西口から市民バス乗り合いタクシーに乗車。徒歩の場合は隣の若葉駅が最寄りとなる。すべて西口から発車する。当駅からは駅郊外に広がる。 武蔵緑園都市川越鶴ヶ島地区や武蔵緑園都市霞ヶ関地区といった住宅団地に向かうバス路線が発着している。ありがとうございます。